上野鞘は、日本の元フィギュアスケート選手。兵庫県明石市出身。大阪カオルエー女学院中学校、高等学校卒業。関西大学小学部卒業。大阪カオルエー女学院中学校、高等学校卒業。関西大学小学部在学中。2008から09シーズン、全日本ジュニア選手権に出場し15位。2009から。 10シーズン、同選手権を棄権するが、国民体育大会少年女子で優勝する。2010から11シーズン、3度目の出場となった、全日本ジュニア選手権で6位に入賞し、初出場となった全日本選手権では25位に終わった。2011から12シーズン、ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGP ワルテルロンバルディハイに出場し10位となった。 4度目の出場となった全日本ジュニア選手権では17位に終わる。2012から13シーズン、2年ぶりの出場となった、全日本選手権では17位となった。2013から14シーズン、ユニバーシアードで5位に入賞、全日本選手権で14位となり、国民体育大会では、青年女子で優勝を果たした。二千十四から十五シーズンの全日本選手権で十六位。 2015から16シーズンの全日本選手権で19位となった。金メダルハブに続け兵庫スケート若手のビザカリ。エルサ、神戸新聞。2014年4月26日閲覧。国民体育大会冬季大会フィギュア競技で体育会アイススケート部の上野沙耶さんが優勝。エルサ、関西大学。2014年4月26日閲覧。 国体フィギュア青年女子上野が優勝。エルサ、神戸新聞。2014年4月26日閲覧。ありがとうございます。